カルガリー・フレームスは、カナダ・アルバータ州カルガリーを本拠としている、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。1972年、NHL は、ニューヨーク・アイランダースと共にアトランタ・フレームスの参入を発表した。フレームスの名前は、南北戦争中の1864年のアトランタ方面作戦によるアトランタ炎上に由来する。 NHL が1972年からジョージア州アトランタにフランチャイズチームを設立すると発表した時、ホッケーファンの多数はアメリカ合衆国南部にチームを作るなんて馬鹿げたことだと冷ややかな反応を示した。そしてこの反応はある意味で正解であった。フレームスは毎年リーグ最下位争いを演じ、アトランタに本拠地を置いた発揮中プレイオフでは一度も勝利。 できなかった。1980年になると、アトランタの経済低迷を背景にしてチームは、カルガリー資本へと売却され、チーム名が、カルガリーフレームスとなる。アルバータ州におけるチーム初年度は、ケント・ニールソンの49ゴールの活躍などがあり、プレーオフでは1回戦で、シカゴ・ブラック・ホークスを下し、2回戦では、フィラデルフィア・フライヤーズを第7試合で破り、準決勝で、 ミネソタノーススターズに敗れた。1986年までに、フレームスは、ダグライズボロー、ラニー・マクドナルド、ダン・クイーンや、ゴーリーのマイク・バーロンらを獲得。プレーオフ1回戦では、バンクーバー・カナックスを破り、2回戦でも第7戦で、スティーブ・スミスの偶然のオンゴールにより、エドモントン・オイラーズに新勝、またセントルイス・ブルースをも第7戦で下した。しかし、 決勝では上昇モントリオールカナディアンズには歯が立たず1勝4敗で敗退した。1989年についにフレームスは決勝でカナディアンズを下しスタンレーカップ初優勝を飾りキャプテンラニー・マクドナルドの引退に花を添えた。この優勝はカナディアンズの本拠地でビジターチームが優勝を決めた初の例となった。当時の主力メンバーはセオレン。 フルーリー、ジョー・ニュー・エン・ダイク、ゲイリー・ロバーツ、アルマ・キニス、マイク・バーノン。その後7年連続でプレイオフ進出を逃し、1989年、当時の主力が次々に他のチームに移籍、または引退していった。その間に後に主力となるジャローム・イギンラをドラフトで獲得した。イギンラは2003年前後にキャプテンとなった。 イギンラは、元ナッシュビルプレデターズのトーマス・ボー・クーンと喧嘩に近い状態になることが多かった。2004年復活を果たす。この年は、カナダのチームとしては初めて、ウェスタンカンファレンス3地区の優勝チームを軒並み下し、スタンレーカップ進出を成し遂げた。ノースウェストディビジョンのバンクーバー・カナックスを第7試合で、セントラルディビジョンのデトロイト・レッドウィングスを第6試合で、 そして、ウェスタンカンファレンス決勝では、パシフィックディビジョンのサンノゼシャークスを第6試合で連覇し、スタンレーカップ決勝では、タンパベイライトニングと対戦した。1993年以来自国チームのカップ獲得から見放されてきたホッケー大国カナダの国民は、まさにシンデレラ物語落ちでいくフレームスに対し、熱狂的な声援を送ったとされる。 在ワシントン DC のカナダ大使館はメープルリーフの代わりにフレームスの旗を掲げ、またサンノゼ市民会館でも同様の光景が見られたと伝えられる。フレームスはもともとは保守的とされたサンノゼ市に熱狂をもたらした。スタンレーカップ決勝ではフレームスのホームでの第6試合で疑惑のノーゴール判定があったこともあり、決勝は第7戦までもつれ込んだ。 第6戦で再延長戦を制したタンパベイライトニングは第7戦第2ピリオドまでフレームスにわずか7ショットしか許さない奮闘を見せた。フレームスは後半怒涛の攻撃を見せるがやや遅期に失始2004年6月7日1対2で勝利を逃した。この回進撃は2003から2004年度中に獲得したミカキプラソフの活躍抜きには語れない。彼は 三のゼシャークスで、控え選手にもなれないほどだったが、2003年度中にトレードで移籍。ここから、怒涛の快進撃を見せ、とうとう守護神のロマンタレックを NHL 引退にまで追いやった。2004から2005年は2004年から2005年の NHL ロックアウトでシーズンがなくなったが、翌2005から2006年には最優秀ゴーリーに贈られるベジーナ賞を獲得した。 このキプラソフの活躍で2003から2004年以降はフレームスは必ずプレイオフに出ている。ちなみに2003から2004年にホーム用ジャージーとビジター用ジャージーが入れ替わったためフレームスは新しいジャージーを発表した。2004年フレームスが奇跡的な快進撃を見せる間カルガリー市は100万人を超える住民がまさにフレームスブームにはいた。 同志歓楽街として知られる17番通りには、試合終了後6万人とも言われる赤色を身につけたファンが溢れた。ここから、この通りは、レッドマイルとして知られるようになる。レッドマイルでのはしゃぎぶりには批判の声も多いが、その一方で、レッドマイルパーティーは、世界的にその名を知られるようになり、各地の報道でも取り上げられるようになった。例えばサッカーにおける暴動のように、 このような場面では、群衆がボート溶かすこともあるが、レッドマイルは、そのような例は少なく、群衆の行動は、プラス方向であり、逮捕者などもいないとされる。1988から1989、2003から 2004? ありがとうございます。